土方タイナまたは、漢方元年引く文化4年3月24日は、江戸時代中期から後期の絵師、稲場出身。名は、広しくに、後広したすく。字は、小じか。 郷は伏せ虎県、虎根無限。稲峰の郷は、地元の名所稲葉山にちなんだという。鳥取藩で、代々主席画廊を務める倉吉荒尾家の家臣、肘方八右衛門の次男として生まれる。一時、後藤家に養子に入ったという。稲峰も、先祖同様、荒尾八郎に仕えていたが、ゆえあって、職を辞した。江戸で南品派の宗主席に学び、その画風に浸水する。 その後、天明初年には、京都に移り、栗田三宅に仕えて画道に精進した。完成7年には、総史跡の竹碑が,がある、北野天満宮境内に、自身も、同様の竹碑を建立しており、史跡への敬愛の深さを見て取れる。丸山王居や谷文長と信仰があった。当時京都画壇の中心にあった、丸山王居に入門を申し入れたところ、 その腕前に驚いた王居が入門を拒んだという、逸話も残っている。ただし、根拠は不明だが、小賀美公、肘方稲峰の項目では、王居門人と記されている。完成十年五十七歳の時に、鳥取藩主、池田成国の御用絵師として召し抱えられて、再び故郷に戻る。その際、藩主と同じ字を使うのをはばかって、広志タスクと名を改めた。完成十二年には、 江戸詰めを命じられたという、文化四年三月二十四日死去。没年齢は六十七歳、七十三歳の二説ある。人物、山水、花鳥、虫魚いずれも優れ、恋画が,が,が特に巧みであった。南品派の絵師の中には、京都に出ると、柿崎派経のように、円山、四畳派へ転向するものもあったが、稲峰は、基本的に南品画風を守りつつも、円山、 史上派の大画面構成法を学び取っていった。そのためか、総史跡門下では珍しく障壁画や屏風への対策を多く残しており、雑家院の襖絵、柳押し図、竹林七賢図、波岩図、九尺図十四面、春光院の襖絵、武良刀源図など十五面、大法院障壁画、初取図十三面、兵庫県矢部市の誘徳寺、古慶さん、笑い図など、 ふすま八面、和歌山県由良町の広告寺急増のふすま三十八面などが挙げられる。反面、細密描写は、史跡や波京らに比べると一歩を取り、むしろ本邦でやや荒っぽい筆致に持ち味がある。稲根の門人は大変多く、稲葉画壇の祖と呼ばれている。反面、生前は、それなりに画名が高かったようであるが、今日、稲根のことを知るには、 陰白器用、鳥取県郷都市などの地方紙によらねばならず、彼の画名が中央より、鳥取の地で残されていることを物語る。土方タ林は、稲根の子、皇帝に、黒田東札きがいる。ありがとうございます。